よかったです。ね、1-0、宇野ゼロって、もしかしたら3試合連続。ね、宇野ゼロってあのサッカーの中で一番難しいんだよね。っていうと言い方はすごくいいんだけど、もうちょっと楽に、ね、皆さんに見させて、あれやって言いたくなっちゃうんだけど、時もあるんだけどね。今日のゲームは、前半後半でちょっと色が変わったゲームで、よくあるパターンで、まあ、ハーフタイムで修正をしてきて、ボランチ2枚にしたのかな。で、少しメンバーを変えて、戦い方が少し変わって、宮崎の方もボールがちょっと持てなくなった。その隙を狙った安藤のファインゴールだったんだけど、うちの時間がちょっと少なかったから、みんながヒヤヒヤドキドキしながら拍手をしてね。でもこれもサッカーだし、こういう勝ち方っていうのができるチームってそうそうないですよ。だから、まあ、幸せだなというふうに思って、今日は家に帰ってもらえればいいかなと思うんですけど、トークショーだからね、僕ばっかり喋っててもしょうがないんで、ちょっと2人に、ね、今日の、ね、試合の、ね、感想を聞いてみたいなと思いますけども、全般的にどうだったかっていうことで、まず、陽平どうですか。そうです、社長が今言ったように、まあ、前半は、かなり相手のペースが、まあ、時間が続いて、まあ、かなり苦しいゲームだったんですけど、まあ、後半もうちの時間というのはかなり短かったんですけど、ワンチャンスものにできた、まあ、けど 1-0 で勝つことは本当に難しくて、それを、まあ、3試合連続でやっているというのは本当に元気始め、本当にディフェンス陣も本当に評価していいと思うし、もちろん後ろだけじゃなくて、まあ、前の翼だったりとか、まあ、全員が頑張っているからこその 1-0 だと思って、はい、誰かっていうよりか本当全員がハードワークした結果が、今日の結果になったんじゃないかなと思います。試合内容は上田さんが言ってくれたので、僕はちょっと、ボシェズがすごい最初から皆さんと同じようにテレビやスタンドで見ることが多くて、こんなにも最後、ヒヤヒヤするのかっていう、ピッチでやってる時はそんなにこう、なんていうんですかね、プレッシャーというか、ヒヤヒヤ感そこまでないんですけど、見てる側はこんなにもなんか心臓が悪くなるんだなって、皆さんこんな気持ちで見てるんだなって思いながら、なんか少しなんか新鮮な気持ちで今シーズンなんか外から見てるんで、僕がもし出た時は、ヒヤヒヤさせないような、ちゃんと 2-0、3-0 で勝てるような、楽しく見てもらえるような試合をできたらなと思います。ヒヤヒヤはね、出たらセットプレーはみんな俺が全然叩き込むからって後ろに行けばね、前出てシュートすると危ないからね。よくディフェンダーでそういう選手いたら、あれ、ヤギもなんでお前そこにおるっていうのはあったよな、何回かな。よく怒られてましたよ。僕のいたチームそういう選手いっぱいいたんでね、慣れてますけど、結構ヤギも前に出るタイプで、ショーマンもよく出てるよね。今日は、まあ、自重して向こうの守備を、でも受けに回らないで、前からはめようはめようって気持ちがあってはまってたところもあったし、かいくぐられてもね、で、セカンド、サードの、ラインのところでね、ホルダーにきちんと行ってたから、よかった、クロスを上げられてもね、ある程度こう減点されて、対応ができたし、まあ、最後の最後は元気が当たってたからね、今日は。めっちゃ当たってたんで、まあ、ディフェンシブウィニングっていう、まあ、そういう渋い試合だったかな、まあ、渋くは見えなかったら心配だったからね、でも一般的には渋い試合だったなと。ということでね、今日はね、誰を、安藤が、ね、直人がインタビュー受けてたけど、
2人は誰を MVP に選ぶのかちょっと聞いてみたいなと思います。ダメ一緒ですか。え？僕はもう絶対元気ですね。同じポジションっていうのもあって、元気の日頃の頑張りも見てるんですね。まあその、日々の頑張りが、まあ、こういう結果につながってると思うんですけど、まあ僕が言うのおかしいけど、僕が出てても、まあ、本当腐らずにやってた結果が今の結果につながってると思うんで、まあ、今のゼロがずっと続いてるっていうのは、まあ、元気の力が本当大きいので、はい、今日も含め、はい、元気だと思います。どうでしょう皆さん。医者です。元気だということで、あ、影はね、鉄とかどうでしょうか、ね、鉄はね、安定してね、鉄が入ってからだからね。鉄は聞いてましたね、うん、あんますごい目立たなかったですけど、めちゃくちゃ聞いてたと思います。やっぱ声が出るって、じゃあ、ね、他のやつ声出さんもんかいってみんな思うだろうけどね。結構僕静かだなって来てからずっと感じたんだけど、鉄だけがちょっと別で、普段おとなしいんだよね。おとなしいですね。めっちゃけどいじってきますけど、おとなしいんだけど、大人でね、いろいろこうチームのことや人のことをよく見てて、気の利いたこと言ってくんだよね。できっとピッチ出てもいろんな指示をして、この野郎って思うやつはあんまりいないんじゃないかなっていうふうに思います。サッカー見ててね、鉄が入ってからこうメリハリが ついてきて、もう前から言っても今日これ この展開無駄だっつった時に、こうセットに入るところのこう指示出しとかね、やっぱり傭兵だと一番後ろだから前の方聞こえないんでね、鉄がこう行ったり来たりしながらこう指示を出してるっていうのを何回か聞いて、その辺のこうサッカーのスイッチが変わるっていうのがね、それがすごくはっきりするようになってきたのと、むやみやたらに前がはめに行ってる、後ろがまだ全然そんなつもりはないとかね、そういうこうバランバランのサッカーをしてる感じっていうのがうわーっと減ったなっていう感じがしますよね。あとね、もう一つね、日米のね話を聞きながらね、ちょっと14、5年前を思い出したんだけど、マリノスの時にワールドカップメンバー揃えて、ディフェンダーにしろ、ゴールキーパーにしろ、ゴールキーパーなんかそうだけど、人間性ちょっと感じたね、日米からね。ワールドカップで代表に選ばれる選手でも、自分が控えに回るとベンチでこう座りながらね、同じポジションの人間にね、怪我しろ、怪我しろ本当よ、本人テレビでそういうふうにインタビューで答えたのだけど、で全体に相手を立てることはしないって、こう軽くね、みんなの前では僕は元気ですねとかっていう、そういう懐の深さっていうのはね、やっぱりチームを作っていく上ですごく大事なキャラだと思います。だから傭兵が今度肩直した時に、いや、どういうふうな競争をねしていくかっていうのも皆さん期待して見ていてください。これヤギがね、リンドって言ったら同じこと言ってると思うんですよね。それから今日のね、ゲームの中の話は、ちょっと 前半うまくはまんなくて、後半いい時間帯で点取って、でまた相手の時間帯になったけど、そこそこやれてたなっていうふうになって閉じた試合なんですけど、まあこれをシーズン続けていくのはちょっときついかなっていうふうに思ってる人も少なからずいると思うんですね。で次は沼津かな、ホームでやるんです。
どうしてもね、みんなにはもっと来てもらいたいなっていうふうに思っていて、まあ、それは場外はね、自分たちでフロントの人間たちを思い切っていろんなことをやって、あともうおもてなしの気持ちっていうのをこう笑顔を作って、知らない人でもとにかくすれ違ったら挨拶をありがとうございましたとか、お疲れ様ですとか言って言ってるんですけど、ピッチの中はもう僕たち口出せないし、もちろん体は腫れないし、選手たちがやってくれないと困るんですけど、やっぱり皆さんにまた来ようかなって思ってもらえるようなサッカーをね、どういうふうに見せようと考えてるのか、これは代表してね、キャプテンに聞いてみようかなと、戦術とか技術とかそういうことも、まあ、含めてでもいいんだけど、俺はこういうサッカーをすれば皆さんにアピールをしてまた来てもらえる、特にあんまりサッカー詳しくない人がもう一回来ようかなって思う。1年通して同じ戦いというか、本当に今日のような試合があったりとか、例えば 4対0、4対3の試合があったりとか、本当まあいろんな、1年通したらゲームがあると思います。今日みたいなゲームもこれから多分当然あると思うんですけど、まあ、今日のゲームが、見ていて楽しい方もいるし、まあ、4対3のゲームが見ていて楽しい方もいると思うし、まあ、そのサッカーの内容はいろいろあると思うので、まあ、それは皆さんのサポーターの方々の見る目だと思うんですけど、選手としては、まあ、まず抜けたプレーというか、皆さんが感じてしまうような、あ、今日はやる気がないなとか、やる気がないように見えるなって思われない、まずはそこが、まずはプロとして大事なのかなと僕はいつも思ってます。それは練習もそうですけど、できるだけ、練習から、まあ、試合に向けて常に 100% を出し切るのがプロだと思うので、まあ、その姿を、まあ、僕たちがそれを決めれる立場にないので、サポーターの方たちが見て、あ、今日も負けてしまったけど、あ、選手たちは戦ってくれたなっていう思ってもらえることが一番かなと。それを多分見ていただければ、まあ、皆さんが納得してもらえればまた来たいな、もう一回見に来てもいいかなって思ってもらえるのかなと思います。違います、大丈夫ですか？大丈夫かな。気持ちね、気持ち絶対負けない。そうですね、気持ちが伝わることがやっぱ大事かなと思いますね。そうなの、やっぱこれはね、相手がどう感じるか、俺ら一生懸命やってるよっていうのはアマチュアだからね。俺ら一生懸命やってるよって、あいつらそんな感じするよねって言ったらプロだからね。いくら一生懸命やってても伝わなかったらそれは何にもなってないから、そこはこだわって、不甲斐ないプレー、そんなプレーしてないよってみんな思うかもしれないけど、そう感じられたら俺らが悪いっていう、そういうつもりで仕事しないと。僕もプロだけど、やっぱり成績だ、業績出してもまだ社長全然余裕じゃんって言われたら、すいませんって、こういうふうにやんなきゃいけないってずっとやってきてるんだよね。だからそこは本当は見てる人にそうやって感じてもらえるっていうところにこだわってやっていきましょう。でいいですか？したらですね、最後にですね、選手はみんなあんまり言わないんですけど、僕絶対感じてるって思うことがあって、それを皆さんにお願いに変えてちょっとお伝えしたいんですけど、一番最初に僕がプロでマリノスで契約で社長がやった時に、密談で試合やった時にね、選手たちが一番最初に入ってくると、どういう行動をするかというと、バスから降りて
こうやって外ピッチの外見てピッチ見てないんですよ。こうやってスタンドにいるんですよね。で社長今日入りどのぐらい？だいたい前売りで1万3000円ぐらい。あれ、満席になってないの？じゃあ俺ら通る歌ねえのかなとかね、そういうのがこうありました。でエスパルス、エスパルスってやっぱりそれね、今なら、もうなくなっちゃったけど松田直樹、松はいつも客の入りを気にしてて、で満席、日産スタジアムだったら2万人切るとぶち切れたプレーして、で今のプレーだったら、まあ、絶対来てくれるよね、あ絶対来ると思う、じゃあ次社長約束、2万人来なかったら社長クビとかねマジで言われてました。あの選手ってそのぐらい気にします。エスパルスの時もやっぱりこうやって日本平ってちょっと低いところに、あのピッチのより低いところにってこうやってバスケを置いてるでしょ、でこうやってこうやっぱり 見るわけですよね。そうすると大体今日どのぐらいですか、ちょっと1万人切るとね不機嫌になる選手が結構いて、あのお客さんっていうかサポーターに応援されている中でやるプレーって前も西部が言ってた時もね、あの少ない中でやる時と多い中でやる時と、あのこんなこと言っちゃいけないんだけど人間だしそれはやっぱり少し違いますって、それもしかしたらね今日の試合、まあ、アウェーだから負けないけど 1-0 で勝っていて最後の3分か5分、5分ぐらいのところでね、まあ、エスパルスなんて後押しのお決まりの音楽がこうゴール裏が流れてきて、そこでねこうも盛り上がるのね、もう足動かれてるけどもう一回一歩前に出るのね。でそれとあとすごい勢いの圧でこう相手圧倒するっていうのは、僕カタールでもねやっぱり選手山田でしょ、エスパルとかフロンターレにも行ったでしょ、あの知ってるんだ彼らはね、でも言わないの。僕はでもやっぱりあの結果を出して西部が言ったようなサッカーをやって、皆さんが少しでもそういうことを伝えてもらって、あれだけの箱があるから今チャレンジ5000ってやってるんだけど、まあ復帰争いに絡んだ後半の戦でそんなケチなこと言わないでね、昨日だって金沢1万超えたからね、有言実行だよねあそこもね、まあね我々が悔しいんだよね、先に越されちゃったから、あの今日言おうと思ったら秋口見てこれここぞって時はもう1万超えるを狙ってね、でいっぱいの喧騒で選手たちが今日負けたらもう絶対俺クビだよねっていうね、そんな緊張感の中でやらせてあげたいんで、そういうカタールの良さをねみんなに伝えてもらえるように、そして来てもらえるように皆さんから投げかけをねぜひやっていただきたいなというふうに思います。今日があのこのトークショーになってるかどうかわからないですけども、あの締めとしてこの話をさせていただきます、どうも今日はありがとうございました。はい、それでは選手からも一言ずつご挨拶してもいいですか、今日来ていただいた皆さんに。皆さん今日お疲れ様でした。来る前に美容屋さんと今日どんぐらいいるんだろうっていう話をしてて、思った以上にすごいたくさんの方が来てくれて、すごい嬉しかったです。試合も 1-0 で勝って、負けたらちょっと居づらいなと思ってたなんとかみんなが立ってくれたので、今日は笑って帰れると思います。また、ホームの来週は沼津であるので、たくさんの声援をよろしくお願いします。はい、今日は一日ありがとうございました。なんかもうヤギ言っちゃったんであれですけど、なんか本当に あんまりこういう経験がなかったので、なんか皆さんの気持ちが少し分かったというかあ、なんかロスタイムってこういう感じなんだな、見てる側とか
なんかちょっと新鮮な気持ちを感じれたし、今かんなんかこれをなんかプレー中にちょっと活かせたらいいかなと思いながら、本当にいい経験させてもらいました。またちょっとコロナも落ち着いてきたので、またこういう機会がまた増えて、あといろんな選手がこういうところに、来れる場を作っていただけるように、もっとコミュニケーション取れるようになっていけたらいいなと思います。本当に今日も 1-0 で終われて最高でした。ありがとうございました。